あの先生、実は私行きたいところがあるんだけど、連れて行ってもらえないかしら。ありがとう。週刊フロアの大きいボスがいたところに。もふも。ここは私の時も最初のボスが出てきた場所なの。みんな当たり前のように戦闘態勢に入ったんだけど、暴力は良くないって制止して怪我させて。私は騎士候補だから、本当なら率先して戦いの指揮を取らないといけなかったのに。そんなことない。みんなの身の安全を真っ先に考えるべきだったのに。みんなごめんなさい。私がしっかりしてなくて怪我をさせてしまった。氷の試練で最初に扉があったところに行きたいの。お願い。懐かしいわこの感じ。ここの試練の内容は先生はもう知ってると思う。氷の試練は、蘇り参加者の猜疑心をかきたてて心の強さを試すもの。私はここに目をつけて、今まで何組もの参加者を失格に追い込んできた。囚人同士が持つ猜疑心、嫉妬、妬み、あらゆる感情を利用して内部分裂を起こさせて。そう、ひどいことをしてきた。彼女たちはただ生き返りたかっただけなのに。私、今まで罪を重ねてきた。多分現世に帰れたとしても忘れることはない。だからこれからは償っていきたい。人を信じるって大切なことを地獄で学んだから。Thank you.
先生、そのミウ先生のことなんだけど、私まだ蘇りを投げ出したことちゃんと謝ってなかったから。あの時は私ちゃんと謝れてないと思うの。教官も。命知らずは出てきやがれ。これでよしっと。何？どうかしたの？ミウ先生、私まだちゃんと謝ってなかったから、あの時全てを投げ出して、キシカの薬も捨てて逃げた。先生にもみんなにも迷惑をかけてごめんなさい。まったく、謝罪ならもう聞いたわよ。いつまでも気にしちゃって。それに私だってあなたにばかり負担をかけてたんだから、おあいこじゃない。それにあなたには私に謝るより先にやらなきゃならないことがあるでしょ。先生、ありがとう。ミウ先生と話せる場所を作ってくれて。先生って本当に謙虚。お疲れ様。今日も頑張ってるみたいね。ところで、君は地獄のことはどれくらい知ってるの？まあそうでしょうね、来たばかりだしね。地獄のことを教えてあげてもいいわよ。これでも教官としては君の先輩だしね。教えられることはいっぱいあるわよ。まあ教官なら知ってなきゃいけない基礎的な知識だから、嫌だって言っても教えるけどね。まずは囚人についてかしら。囚監フロア地下4階の監獄エリアに行きましょう。
測の時やってやるぜ。よし、行こう。よし、着いたわね。じゃあまずは囚人のことについてね。前にも説明したけど、ここに収監されるのは犯罪人。罪を犯す前に死んで地獄に落ちた魂を更生に導くのがここの主な役割よ。朝6時起床、点呼の後朝食と清掃を行う。それが終わったら午前と午後に分けて戦闘訓練をした後、17時から瞑想に入る。約4時間瞑想を続けた後、21時に点呼して就寝。あとは週1でそのメニューにお仕置きが加わるわ。この程度で大変？ずいぶんたるんだ生活をしてるのね。現世に行って君の性根も叩き直した方がいいかもね。まあともかく、囚人についての説明はこんなところかしら。あとはそうね、せっかくだし官房の中も覗いてみる？閉めてるのよ。何やってるのよ。その扉は自動でロックがかかるようになってるのよ。ったく、情けない声を出すんじゃないわよ。待ってなさい、管理官用のカードキーですぐに。どこかに落としたみたい。待ってなさい、今から探してくるから。みんな行くわよ。
クン、そろそろ次の話に移りたいんだけど。そう、よく覚えてたわね。次は、そうね、君が今ついてる教官という役職についてかしら。 X 層支配者の領域3階の門があったあたりがいいかしら。そこに行きましょう。通り、教官は現世でもバイトで募集している。当然君以外にも現世から来ている教官は大勢いるわ。そうなのかって、3年で数万単位の更生した犯罪人を世に送り出してるのよ。君が担当してるチーム以外にも並行して動いてるに決まってるじゃない。で、君は新任だから時給3000円だけど、教官には実績に応じて昇給がある。で、ここで問題。君と同じく現世からバイトに来ている教官で、一番高い時給はいくらでしょう？11万2000円よ。冗談なんかじゃないわよ。実績のある教官ならこのくらい当然よ。罪を浄化して更生した魂を現世に送り返す、この仕事はそれだけ重要ってことよ。何言ってるのよ。時給なんかで人の価値は決まらないわ。そういう話じゃないのよ。それに君はもうお金なんかで買いが利かない大事な経験をしている。そうでしょ？今度の話は私たちが戦ってるクリミナルについてよ。準備はいいわね。ずいぶん元気ね。その息よ。この辺りじゃクリミナルがうようよしていて話しづらいわね。少女地獄1階の入り口に入ってすぐあたりがいいわね。あそこに行きましょう。先生、ありがとう。行き先は…クリミナルについてよ。あいつらは簡単に言えば地獄に送られてきた罪人の慣れの果てよ。まあ罪人って言っても現世で凶悪犯罪者だったり札付きの悪だった極悪人、地獄に落とされ人としての姿も理性も失ったただの怪物よ。
何言ってるのよ。あいつらは更生の余地もする気もないクズの集団よ。あんなのと一緒にするなんて、自分の教え子たちに失礼じゃない？それに心配しなくても、どんな攻撃を加えてもあいつらは死なないわよ。姿形を一時的に失ってるだけで、魂は消えてないわ。倒されてもすぐに別の場所で再構成されてる。間違ってはないわね。蘇りのためにシステムが用意してる相手なわけだから。そしてクリミナルはきちんと管理されてるから、普段は襲ってくることはないわ。あの時はシステム介入のせいで変になってたかもしれないけど、今はもう大丈夫よ。この区画はクリミナルが出現しないようなところだから、君も安心して。いっぱい本気出すわよ。もう少し静かにし。はあ、安心し、峰打ちよ。オペレーションエンド、食らいなさい。作戦なし、各自火力全開。はあ、ああ、うわ、でっしゃ。見えた、バッケン五色ルーム。にしよう。オーケー、ほら、さあ、やればできるもんやね。生意気よ。とにかく説明は以上。蘇りに戻るわよ。